こんにちは、皆さん。今日が誕生日のモチベーションが上がる小福つ鶴瓶の名言をお届けします。小福つ鶴瓶といえば、落語家、タレント、俳優、司会者として多方面で活躍する日本を代表するエンターテイナーです。彼の言葉には、人生の教訓やユーモア、熱い思いが込められています。今回は、その中から5つの名言をピックアップして、それぞれの背景や意味を解説していきます。それでは、 早速始めましょう。まず最初の名言は、こちらです。自分の世界を持ち、自分の型を持たないとダメだ。これは、彼が、自分の芸風やスタイルについて語った言葉です。彼は、若い頃から、古典落語を崩して、自分なりのオリジナリティを追求してきました。また、テレビや映画などでも、台本に縛られず、自由に発言や演技をすることで、視聴者や共演者を笑わせたり感動させたりしてきました。彼は、 自分の型を作り、それにこだわり続けることで、長年にわたって人気を保っています。この名言は、自分の個性や特徴を大切にすることの重要性を教えてくれます。次の名言は、こちらです。人の心を開かせる魔法があるのだとしたら、それは笑わせることに尽きる。これは、彼が、笑いの力について語った言葉です。彼は、笑いを通して、人と人とのコミュニケーションや信頼関係を築くことができると考えています。彼は、 自分の周りの人たちを笑わせることで仲間や友人を増やし仕事やプライベートでの成功を収めてきました。彼は笑いを武器にどんな困難にも立ち向かってきました。この名言は笑いの持つ魅力や国家を教えてくれます。3番目の名言はこちらです。嫌いとかいうのは好きやから嫌いなんやろ。なんか気になるから嫌いになってしまうけどやっぱり好きなんやろ。それは、これは彼が 恋愛や人間関係について語った言葉です。彼は嫌いな人や物に対しても実は好きな部分があると考えています。彼は嫌いな人や物に対しても冷たくしたり無視したりせずむしろ興味を持ったり話しかけたりすることで関係を改善したり深めたりしてきました。彼は嫌いな人や物に対してもポジティブに捉えることで自分の心を豊かにしてきました。この名言は 嫌いな人やものに対する見方や態度を教えてくれます。4番目の名言はこちらです。自分が変わっていったら結果として周囲が変わっていくんや。この名言は彼が自身の人間関係について語ったものです。彼は人気者になっても自分のスタイルや性格を変えないことを心がけていました。彼は自分が変わらなければ周りの人も変わらないと考えていたのです。この名言は自分の本質を大切にすることや 自分の影響力を信じることの重要さを教えてくれます。また、自分の行動や言動が周りに与える影響を意識することも示唆されています。最後の名言は、こちらです。神様からお前もんかせいと言われて人は生まれてきてるんや。だから、自分を信じるべきや。この名言は、彼が自身の生き方について語ったものです。彼は、自分には何か特別な使命があるとは思わず、ただ自分のやりたいことをやってきました。彼は、 自分の存在には意味があると考えていたのです。この名言は、自分の価値や可能性を信じることの大切さを教えてくれます。また、自分の選択や判断に責任を持つことや、自分らしく生きることの素晴らしさも感じられます。以上、モチベーションが上がる小福帝鶴瓶の名言をお送りしました。いかがでしたか小福帝鶴瓶の名言には、人生のヒントや励まし、笑いがたくさん詰まっています。彼の言葉に触れることで、 自分の気持ちや考え方が変わるかもしれません。皆さんも、小福亭鶴瓶の名言を参考にして、自分の夢や目標に向かって頑張ってください。最後に、この動画をご覧いただきありがとうございました。もし、この動画が気に入っていただけたら、チャンネル登録や高評価、コメントなどをお願いします。次回の動画も楽しみに。それでは、またお会いしましょう。さようなら。